はい、どうも自己紹介いたします。僕が須貝で、こちらがエグボは恋の硫酸の玉と落とし穴だ、遊戯斉藤須貝と斉藤にイルメです。お願いします。というわけで始まりました、はい、チャンネルゲームというわけでして、本日の曲は今週の山形情報というわけで、本日はね、毎週火曜日恒例の耳が今あられちゃんになってるわ。キーンってなってる。かわいい。スーパーやば。かゆたいよ。時期考えて暇つかませよ。かゆたいよ。本日はね、はい、毎週火曜日の今週の山形情報というわけでございまして、斉藤さんが、調べ抜いた山形情報を、ね、言っていただきたいなと思います。じゃあまずは一つ目のニュース、平野歩夢選手が北京五輪で金メダル獲得。おめでとうございます。これがね、はい、なぜ山形のニュースと関係あるかと言いますと、出身でもないからね、はい、うん、平野歩夢選手はですね、はいはい、中学生の頃までなんと山形県小国町のスキー場を練習拠点としていたんです。小国で、で平野歩夢選手はスノボやってたのね。はい、2月11日に小国町のスキー場と併設する11日に試合があったんですけど、スキー場と併設する道の駅のテレビで応援した皆様は、うん、はい、パブリックビューイング的な感じかな。そうです、みんなで喜びを分かっちゃったそうです。うん、いいね。これね、併設してるっていうのがこれ肝なんですよ。肝味噌、うん、これすごいよね、スキー場と道の駅が併設してるって。予想がつかないから、どんな感じの場所か分からないから、ね、そうだから、うん、スキー場と併設してる道の駅と言われた瞬間に、うん、俺は行ってみたいと思った。小国の方でさ、スキーをします、県外から来ました。そうですよ。ついでにさ、そこでお土産とか買えるって考えたらめちゃくちゃ楽だし、一石四鳥ぐらいだね。その道の駅は調べた。はい、こちらのね、小国町のスキー場なんですけれども、うん、2020年12月25日から、はい、2021年3月24日まで、まあ、これ去年の情報なんですけれども、うん、まあ、シーズンによって変わるらしいんですけどね、はいはい、まあ、その積雪状況によって、なんで大体12月のクリスマスぐらいから3月半ばぐらいまで、あ、まあ、結構やってるね、うん、じゃあもう全然まだあと1ヶ月ぐらいあるからね、うんうん、もしね、気になるよとか聖地巡礼です、したい人とかぜひね、行っていただきたいなと思いますね。はい、ぜひ行ってみてください。はい、というわけで次のニュース、山形県上山市でカセドリが2年ぶりに復活。あの俺たちの地元と言っても過言ではない。過言だろ高校の時3年間通ってたんだからさ、もう地元と言っても過言ではないじゃない。まあ 1.5 の地元だな。上山ね。上山、うん、こちらですね、カセドリとはって感じだけど、カセドリとはですね、はい、山形県上山市の毎年恒例行事でして、はいはい、藁で編んだ現代というものを身にまとって、カッカッカーと奇声を上げながら市内を練り歩くという行事でございます。カッカッカーってクワクワクワーというわけで、このカッカッカーと奇声を上げながら市内を練り歩くという行事でございます、うんうん、まあ、小正月に遠い土地からやってくる神の声によって一年の豊かさを祝うという信仰から始まり、その奇声を上げながら歩いているカセドリに水をかけたりして、うん、商売繁盛、家内安全、火の用心などを願うそうです。そのカセドリから落ちた藁はかなりの縁起物で、うん、その藁でちっちゃい女の子の髪を言うと黒髪の豊かな美人さになると言われているそうです、うん、これね、結構予想つかないと思うんですよ皆さん、うん、だからあれじゃないの、その獅子舞とかがさ回ってくるとか、うん、生ハゲが回ってくるみたいな感覚でしょ多分。そうで歩いてて、そう、みこしみたいな感じでその地域を、上山の指定されたところを回ってって、不特定多数の人が水ぶっかけるってことでしょ。水ぶっかける。だからあの上山市のあの通りが結構あの商店街というか、ちょっとお店が多いんだよね、はいはい、だから商売繁盛を願ったりして、うん、この水をかけるのよ、パッて。わだからあれ冬場なのね、だいぶやるのが。冷てー。で男性の方がパンツ一丁の姿に藁のやつを着るのよ、うん、でカッカッカーって言いながらこう歩くんだけど、うん、その歩き方がちょっと特殊だ。飛び六歩みたいな感じなのね。例えると飛び六歩ではないんだけど、それ飛び六歩ファンにも怒れるし、カセドリファンからも怒れるから、あんまり言いたくないんだけど、例えると、そう、こんな感じなんですね。飛び六歩みたいに、よって感じ。そう、俺は飛び六歩だじゃん。飛び六歩ではないの。それだと飛び六歩とカセドリファンに怒られちゃうから、そう言っちゃうと。そう。じゃあ飛び六歩みたいな。飛び六歩みたいな。じゃあ飛び六歩だ。飛び六歩じゃないの。そう、飛び六歩って言うと飛び六歩ファンにも怒られるし、カセドリファンにも怒られる。飛び六歩ファンって何なの？飛び六歩ファンいるだろ、お前。歌舞伎ファンなら分かるよ、俺は。うん、飛び六歩ファンは聞いたことない。飛び六歩ファンだっているだろ、俺。カセドリファンは聞いたことあるかもしれないけど、うん、飛び六歩ファンは多分いないよ。じゃあどういうことなの、これは。
どういう感じなの、カセドリの歩き方。いや、飛び六歩みたいな歩き方。飛び六歩じゃないんだ。うるせえな。いいんだよ、そんなもん。耳が飛び六歩してるわ。厳しいですね。こんな感じ。はい、飛び六歩だね。これは飛び六歩。それがいつなんだっけ。こちらですね、2月11日にやってました。なるほどね。はい。じゃあまあ今年はもうないのかな、多分。今年はもう来年までですね。うん、だからってことは、はい、まあちょっと事態が収束してってね。うんうんうん。ちょっと見てみたいよって方とかで、ね、いらっしゃいましたら、ぜひね、ぜひ皆さんで商売繁盛しに行くのはいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。うん。今週のモンテリアマート情報というかね、今週のというか、もう19日、今週末、開幕戦があるというわけですよ。開幕戦、うん、ザスパ草津群馬さん。ザスパ草津群馬さん。はい。アウェーでの開幕戦というわけでございまして。アウェーです。まあ、群馬といったらね。群馬といったら。ネギ。そうなの？わかんない。その群馬といったらさ、はい、とてもね、風が強い県なんですよ。うん、風が強いね、群馬はね。うん。いつもやってるサッカー、うん、とかは、ちょっともしかしたら変わってくるのかもしれない。だけど、今年ね、調子いいと毎年言われていますが、山形、うん、このスタートダッシュをしっかり切っていただきたいなと思います。そうですね。そして、残念ながら、はい、ビニシウス・アラウジオ選手が町田ゼルビアへ移籍しました。なるほど。うん、このね、町田ゼルビア選手じゃなくて、いそうだからね。町田ゼルビア選手。町田ゼルビア純一みたいなさ。で、間違ってた、うん、ビニシウス選手、うん、この山田に在籍して2年間、はいはい、28ゴール上げてます、2年間で。うん、素晴らしいんですよ、うん、まあ、大体3試合に1点取ってるペースですね、うん、でこのやっぱり選手が抜けるというのは痛いけど、うん、もちろん応援してあげたいって気持ちもあります、うん、ビニシウス選手を。そうだ、そのね、新天地でもって言ってるじゃん、うん、その俺ツイッターとかそれこそ掲示板とか見たら、うん、どっちかって言ったら多分7対3とか8対2ぐらいの割合でビニ頑張ってこい、家族のことを考えて言ったのすごいわ、言ってた通りだし有言実行だし、うん、その代わり年に2回ビニーは活躍できなくなるよって、山形と戦うときに、ああこっちが全部、うん、そう、それはごめんねみたいな俺投稿とか見て、うん、やっぱ山形っていいサポーター多いなと思って、なんか海外みたいなこと言うな、もう すごいいいなと思って、さらにモンテディオアイがね、その強まったというか、そう、もちろん期待ですよ、うん、ね、中島優希選手とベニシル選手のツートップ見れるかもしれない、ミッキー選手もいらっしゃるしね、うん、ぜひね山形勝っていただきたいなと思います、はい、僕たちもね、その2月19日に、ライブ配信で応援させていただきますので、よかったらね、皆さんも見ていただきたいなと思いまする。それでは最後に今週のおすすめ飲食店の方をお願いいたします。今週のおすすめ飲食店は、はい、寒河江福屋そば屋の皆さんです。こちらはどういうお店でございますでしょうか。こちらですね、はい、よくゴルフとかで使う言葉ですね、はい、ファー、そう、ファーです。どういうこと？外れてんの路線から。ワンタン麺なんですね。はいはいはい、これね、ワンタン麺が有名なんですよ。違う違う、俺が悪いのか。そう、よく CM であったんですよ、フレーズが、はいはい、福屋そばの CM で、うん、つるーしこーっていう、ね、ちょっと下ネタまがいの CM があったんですけど、下ネタか今のは。これワンタン麺が美味しいんですよ。このね、ワンタン入ってるんだけど、はいはい、やっぱワンタンもつるっつるのしこしこもパリッパリなのね。パリパリ、プレッペーン、ワンタンのパリパリ聞いたことないけど、ちょっとしこしこのプレッペーン、ちゃんと喋るよお前は。でちゃんと喋るよ、うん、つるしこしこしこプリプリなのね。うん、うん、聞かなきゃよかった。ちゃんと喋った瞬間面白くなくなったよ俺。いや、それ別に面白くなくてもいいんだよ。いいの？違う違う、真面目に話すとか真面目に話してほしいんだよ。真面目に話すことは真面目に話してほしいってことね。なんで同じこと言ってんだよ。なんで最初からそう言ってくれないんだよ。いいな、早く話せ。それ間違ってたお前。毎回耳キーンってなんだよ、うるさくて。この店は、うん、僕味噌ワンタンで大好きなんですよ、僕自体はね。あなたはね、そう、野菜たっぷりプリン。あ、たっぷりプリンなんだ。野菜たっぷりプリンで、うん、それにワンタンが入ってる。で、味噌の味もすっごい濃い濃厚な味噌ラーメンですね、これぜひおすすめなんで、皆様ぜひ境の福屋そばに行って出ていただければなと思います。するボディ、あなたのことが好き。肉、うーん、プロテイン注入、グン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 、いきなりプロタン、いきなりプロタン、横目に見てる俺プロタン、お前もプロタン、俺もプロタン、俺とお前でプロタン。はい、この動画が面白いとか、ためになったよっていう人がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いいたします、はい、今月中に、600人いけたらいいなと思っていますので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。スープレックスホールド、はい。
なんで人がやるときは乗らねえんだよ。生まれた意味すらわからないでしょ、だからって死ぬことを恐れないでよ、初めて話した言葉すら覚えてないのに。